でなんでか知らないんですけど寝てましたちょっとやばいですねめっちゃ寝てましたいや本んになんかさ告知しないくせに告知した時に、ね、あやらないんだっていうでさなんかあの皆さんがなんか リップとかでお疲れのなんかなっててて <laughs> 起きてじゃ起きた時に起きた時にそうびっくりして <laughs> あれえやば待って今何時と思ってああ <laughs> と思って <laughs> そう,そうだからあの時間に寝たんでなんかねあのわかりますもう夜寝れなくなっちゃってそうなんですよ夜寝れなくなっちゃってまあ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  あのローモバしましたそうちなみにえ何時やったうん寝たのですか寝るのも何時やろう8時ぐらいにん違う7時ぐらいに帰ってきてき そっししで寝てましたえ、2時ぐらいまで寝てましたレノンすごい夜中にヘルプするからびっくりする <laughs> ちょっとね久しぶりですよショールーム自体やってなかったずっと何時までえっと6時半前までやります もう本当にあんな告知堂々と宣言してる日だけやらないっていうね最悪なこれから9時まで資格の講座やばうんな取りたいですうんそうです「FNS 歌謡祭」見るんで見ますのでそこまでちょっとヒーター見えてるの嫌 だそうえっとね見ながらもんじゃします一人で <laughs> 見ながら一人でもんじゃしますもうもんじゃ食べたい昨日の夜にもんじゃ食べたいと思っても,うもんじゃ 言 <laughs> いたくない,いえっとね明太チーズ餅もんじゃをしますそうもんじゃは一人でするもんですよそうですよ一人でするものですよ悲しいこと言わないでくださいちょっとね急遽思い立ったんで今日。 そう、今日…んじゃあ日じゃない昨日の夜にうわもんじゃ食べたいと思っていいやもんじゃ食べようと思ってそうでそうもんじゃ食べるんですだからなんかちっちゃいヘラとかないんでそうなんですよねえサンタの衣装買いましたよサンタの衣装買いましたえなんか <laughs> あのね「家でもんじゃ」ですだから、ね、サンタの緒があのあの <laughs> あ,れあれにしようと思ってたんですよあの男もうガチサンタもうかわいいサンタじゃなくてもうガチサンタにしようと思ってて <laughs> そうイちゃんと電話しててでなんかね あのどうしようみたいな「サンタの服買った?」って聞いていちゃんに「いや買ったで」って言われて「えー、どうしようマジでどうしよう」っつってでそれでなんか「うん、うガチサンタでいいガチサンタしようと思ってるんやけどどう思う?」って言って「ガチサンタ!」って言われてじゃなんか2個送ったんですよ可愛い方のサンタとガチサンタででガチサンタは「えやばない」みたいな。 ガチサンタはちょっと嫌やわって言われて <laughs> 可わい方嬉しいよって言われてで、どうしようみたいなで、トナカイの着ぐるみもいいなと思ってあの <laughs> あれじゃないですか <laughs> そうなんかねそうトナカイの着ぐるみもいいなと思ってるんやけどどれがいいって言われてえ「もう絶対可愛いさサンタにしろって」って言われて <laughs>。 かわいいサントラしとからって言ってそうまあ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 お楽しみですそれはね楽しみです雪えなんかねツリーの着ぐるみがあってそうツリーのマジマジのツリー <laughs> やばいくしゃみでそう 出ないそうツリーのやつガチサンタはねちょっとねあの <laughs> 最悪ヒゲ <laughs> でしたここら辺見えへんくなるからちょっとねやめたんですけど <laughs> どうしますあのガチサンタで来られたらいやまあえ雪降ってほしいけどそんな 雪まで降らられたら嫌やんあるのちょっとねひげはやばいけどね期待しててくださいいや変な意味で期待じゃなくて普通に純粋に期待しててください試験があるからいけないけどえ写真載せますよほんと試験頑張れ マジ試験頑張れ私も昆布の着ぐるみ着たり色的に昆布の着ぐるみ <laughs> 昆布ちゃんやんもう <laughs> 白ひげ白ひげ寒油ドロップ食べてます寒油ドロップ一個でさ 1>, 1日3粒って守れる人おるんですかね勧誘ドロップ勧誘ドロップ <laughs> 2個 <laughs> えもう3粒えだって今日今日だけでやばいほど食べました30は食べた れのんちゃんお昼ごはんも食べてないんですよまだお昼ごはん食べてないクロワッサン1個食べた寒油ドロップ30粒食べてクロワッサン1個食べましたお昼ごはん寒油ドロップちょっとね止まらないんですよね たまらないえっどんな味なんかピンクがメロン味で緑が何味これえっ考えたこともなかった何味なんですかねけど本当に美味しいんですよいやマジで美味しいんですよピンクがメロン味なんですよそうめっちゃ美味しくて えどっちやっぱ私はね緑の方が好きですえ副作用ある <laughs> ええっ怖っちょっと怖っけどね副作用あってもねあの美味しいから食べますレノチェカバンええー、けどチョッパチャップス大好きでしためっちゃ食べてた そう缶に入ってるやつめっちゃ <laughs> えマジで美味しいんですよえどこにあのネットで売ってますネットでそう定期的に食べたくなって <laughs> 定期的に買って食べるっていういやいや本当にね美味しいそう生きてたらねいいんですよ知ること以外かすり傷 さっきからくしゃみでそれてない <laughs> そ,うそこそこ高いんですよ本当に中毒症状があるみたいな <laughs> ま、ま、マジですか <laughs> えー、もうずっと中毒かかってる気がするレノンちゃんツイッターのトップ画で認知してることがいるえいますよ名前とかトップ画とかで <laughs> なんかねトップ画とか名前とかがね印象的だったのですぐ覚える <laughs> マジであとめっちゃツイートしてくれてる人とかめっちゃすぐ覚えるツイートリップリップリリップっていうリップ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 だそうリップそうなんですよたくさんツイートとかリップしますしてください本当にお疲れ そうなんですよ簡易中毒患者発見 <laughs> めっちゃ漢字じゃん <laughs> そうなんですよねマジで中毒毎日リップします覚えてください覚えてますもう覚えてます今日何日連続配信え、本当にねえ、マジ久しぶりにやったけど、うん、これから毎日配信します レノンの座右の銘は死ぬこと言いかすり傷ですリコちゃんの座右の銘も座右の銘ならしいです撮るなって言われました怖いこの前お話し会ありがとうね来年もまたお話し会いだっか楽しみしてえー、楽しみマジで本当にね毎日配信宣言の,のね <laughs> えマジでします本当に ロンマ、楽しいですよマジで楽しいマジ楽しいですり <laughs> なのローママいつもバリア履いて偵察いけないえ、あのね、昨日ね、あいちゃんにねあいちゃんがあのね あいちゃんがね、ジョイドン中にね。城を燃やしてやりました <laughs>。やったー。ちょっとね。ずっと言ってたんですよ。あいちゃんに愛ちゃんにね。あの絶対愛ちゃんのこと。燃やしに行くからってひたすら言ってて <laughs>。で、もうずっと愛ちゃんを燃やしに行くって言って、愛ちゃんずっとバリア張ってて、いつ見てもバリア張っててこれ行かれへんかろと思って。 であの昨日にあっアイちゃんあジョイドンやと思ってあ来たジョイドンって思ってあのねジョイドン中にね,あのね見に行ったらバリアがね溶けてて来たこれと思ってでまあその時はマイちゃんと電話してたんですけどマイちゃんもね「マイちゃんも行けマイちゃんも行け行け行け」とかってでやっと来たアイちゃんが「アイちゃん行けるアイちゃん行ける」けると思って。 でね、アイちゃんを燃やしました。<laughs> やったー。そう。マジ、作詞。そうなんですジョイドン中にね。<laughs> アイちゃんを。やり口、え、違いますよ。違います。頭、頭いいんですそう、サイヤ人。アイちゃん。で、アイちゃんから LINE <laughs> が来て。 <laughs> やられたみたいな柔 <laughs> 道中にちょっと恐怖を感じたって言われましたね <laughs> いやマジでね返し,しされそうになったんでね <laughs> ちょっとね <laughs> そう怖すぎて返しされるのがさすがに怖いう <laughs> かちゃんありがとうパパ,パパさんありがとうもみじさんありがとう 春さんありがとうぽんたろさんありがとうみおぽんありがとうね <laughs> そうなんですよやっとねえそうサバンさんがね怖いっていうかみつきのファンの方が怖いそうあいみちゃんはねあいちゃんはねちょっとねあのねえあ青いみつきを燃やしたことがあってで 舞ちゃんは強いから燃やしたくなくて今勝てないんですよ舞ちゃん言ってもであのアリスのねなんか戦闘力みたいなを見たらすんごい桁いってていやこれは絶対に怖いと思って多分勝たれへんと思ってやめてああいりちゃんいけると思ってでいちゃんをいつか絶対に燃やしてやろうと思って宣言してたんですよずっと「愛ちゃん絶対に燃やしに行くから」ってで愛ちゃんがねバリアずっと貼っとくって言ってたん、ね、で。 あのやっと解けたバリアなんですよあれはそうそうなんですよそうなんですよあのねもうねファンの方にね <laughs> やられそうで怖いんマホちゃんこンブちゃん太陽くんありがとう <laughs> そうなんですよ え,バリえ、待ってバリア貼ってたっけ今まあ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 えバリア貼ってたっけ <laughs> 怖いレノンもしかして弱いいいや強いですよもう先頭 <laughs> 確かにそうレノン久々すぎるヤッホーそう 昨日レノン軍そう火事をきてて <laughs> 燃やしに行こうとしてもバリア張られました <laughs> 今度うちの美月隊長燃やしたら許さないです <laughs> え燃やしに行きますまあね燃やしに行きます全然もうとりあえず片っ端から喧嘩をふっかけるっていう戦闘態勢 <laughs> なんかねあのねなあのなんだ愛ちゃんを燃やしに行きたいと思いますみたいなことをなんかね <laughs> したら <laughs> あのキングダムのさん誰だったっけなヨウタンはヨウタンはの画像送られてきて <laughs> そうヨウタンはの画像送られてきて <laughs> そうめっちゃ笑いましたねヨウタンは大好き <laughs> そう もうね片っ端から喧嘩吹ふっかけますねえもう勝った時のねあのね最高感がやばいんですよ <laughs> 最悪なこと言ってますね今すごいーマ場順調なんですよだていうかね舞ちゃんを燃やしに行くのが怖い舞ちゃんが怖いマジで <laughs> ゲスって言われてるそうミスキー燃やしたら許さんからなまあ燃やしますよだから全然ね燃やしに行きますけどね美月を燃やすとね、まあ、ミツキーのファンの方にあのねめっちゃボコボコにされるんですよ怖いけどねそのまファンの方も、まあ、ボコボコにしていくと私が。 最悪最悪マジで最悪ちょっとねまいちゃんはね普通に勝てないんですよまいちゃん強すぎてえ、まいちゃんまいちゃんやばいですよマジでまいちゃんはやばいですよもうもうまいちゃんもうやばいマジでうん夏みちゃーんケンジーさんありがとうありがとう ミオポンありがとうおう日曜日初めてのん日曜日は話しかいくねえっ、ー、ちょっとサンタしてますよ <laughs> サンタがいますよえ、ね、楽しみえっ <laughs> 緊張緊張しなくていいですよ本当に <laughs> おゆうかちゃんスパークルさんありがとう そうガチサンタかかわいいサンタどっちかそうなんですよおまちゃん自身がね怖いんですよねマジで怖いうんキャスさんありがとう最初名前レノンじゃなかったから分からなかったえそうなんですよ最初ねなんかニックネームみたいな時に ニックネームニックにねなんか魚ない文字みたいなの使っててなんか意味わからんねで名前もねりんこりんこなんで <laughs> 多分分かんない <laughs> レノンちゃんって呼べばいいのかレノンって呼べばいいのかえどっちでも呼びたい方で全然大丈夫ですよ本当に。 リンコちゃん好きすぎるマジでマジそう前言ったお話し会の時にちゃんと理由を言ったんでそう誕生日そうレノンちゃんけどねなんかねレノンちゃんって今まで生きてて言われることがマジなかったんで。 えー、やばいですね <laughs> そうショールームがギャルすぎてお話し会とても気になってしまう話ですえなんかなんかノリ一緒な気がする <laughs> ずっとねマジでサイヤ人マジで尊敬を込めた上でレノンと呼び捨てしたくなんさせてくださいいいですよ全然 <laughs> レノンちゃんはね言われたことないなガチで レノ,ータンレノンパンナやばいエスミゲスミゲスミレノン <laughs> 最悪 <laughs> ね理由がレノンすぎて最悪はねみんな先生さそうジュリーちゃんがレノンは結局リコちゃんみたいな年上のお姉さんが好きなんだって言ってたよ あれそれ葵じゃない言ってたの多分葵がなんかそうあの配信見ましたよで<笑>,笑いましたね本当に <laughs> でねなんかねメンバーからなんかね <laughs> 葵がなんかんレノンと住んだらなんか歯磨きできなさそうみたいな <laughs> こと言って,てなんか緊張して歯磨きできないみたいなこと言ってて「いや可愛い,い」と思いましたね普通に可愛い可愛すぎるやろレノンでよそ行きボイス何よそ行きボイスって何ですかねそうめっちゃ可愛い可愛すすぎるマジおもろい ます家族写真あ、家族写真なんかねあの写真撮っててめっちゃ家族写真っぽくないみたいなことになっていや家族写真で撮ろうみたいなそう家族写真で撮ろうみたいに言われてでそれ撮ってたらああなりましたそう。 ダラップお腹壊すんですか特別声アンコールのゆりちゃうん <laughs> あれさ <laughs> うまいほう あれさうんうん今って何の話しようとしたっけ今 <laughs> 何て言うの何の話あそうだ特別公演のアンコールのあの盛り上がっていきましょうあれね莉子ちゃんにも言われましたね <laughs> ここのレノンがあって <laughs> そうなんかね 疲れてロレツ回らなくなっててらななくっであのウォーウォーウォーでかぶっちゃうじゃないですかだから <laughs> あの必死にかぶせらんとこうと思って「無理がたい行きましょう!」みたいなんかねそういや許してくりゃあせんよメイドってったら秋葉のアイドルみたいなもんですからね <laughs> そりゃねそりゃ世間許してくりゃあせんよ クリアースインよ <laughs> クリアセンよマジで好きなんですよね。え、みれそう、盛り上がっていけよ <laughs> みたいな。<laughs> んんなだじ、2 0え、アンコールありがとうございます。これからもっともっと盛り上がっていましょう <laughs> みたいな。<laughs> そう。盛り上がっていきましょう <laughs> みたいなさ。 なんで全部言えるの <laughs> そうあれね覚えてるんですよめっちゃ覚えてるんですよあと何だったのっ時世,世間許してくれやすいの前にありましたよねいやそれ許せないと思いますだ <laughs> あの何だっ,たっけそれ許し 許さないと思いますって言ってたなんかありましたよねあの同じやつであとなんだったっけ購買は購買基地ですよね購買2基そうえなんすかそれえ知らないですかあすかっ でそれ有名なコピペじゃないですかあれ <laughs> 何だっ,たっけあれ初書き子ども何だっ,たっけあれ何だっきあれったっけあれあそう電子のさば <laughs> なんか電子のさばはさわよってるですみたいな何か何だっ,たっけあれ思い出せない初書き子ども かたや俺はなんかなんやったっけなんか <laughs>、ね、え知ってます皆さんこれ有名なやつそう電子の砂漠をさまよっているみたいな「来年は痩せ」てお話しかいきます痩せなくてもいいですよマジで <laughs> こんなね富を貸し合いで始めてそうあのね本当に大好きなんですあれ知ってますよ なんだったっけな思い出せないあそうウェルカムトアンダーグラウンドだ <laughs> 狂ってるそれ思い言葉で言った <laughs> 待ってなんでこんなさ皆さん知ってるんですか <laughs> いやこれあの違,い違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 いあのあれですあれですあのね私が悪いんじゃないんですよマジで自分は悪くないです 言ってくるね皆さんがねそうヤホーやったショールーム来れたヤホーボンちゃんでも久しぶりにねショールームやったんでこっちのセリフやいやあれですよマジで私は悪くない学校帰りのレノンちゃん癒やされもう学校お疲れもう疲れそう 私は悪くないですマジでマジで <laughs> ねぽっちゃまとかねありましたけど <laughs> そう <laughs>、ね、未知それたらマカロン話またマカロンになるそう確かに特別公演後のね行けないって言ってたもんね <laughs> <laughs> なんかつぶやくんそうなの時あれ <laughs> 狂ってるよそれこうい言葉ね <laughs> あれ大好きだなマジで <laughs> タワーやで、ね、とかめっちゃきてるそう私は悪くないノンちゃんクリスマスは何して過ごそうかな ポン,たポンちゃんめっちゃ言われてる <laughs>。ポンちゃんが <laughs>、ポンちゃん <laughs> え。え待って。えあ待って。え,え待ってえどういうことええタワー来てる。えタワーえ待って待って待って。待ってこれバグってる。出てないもん。えなんでえ待って。えありがとう、ポンちゃん。ごめん。<laughs> 待って。闘志のタワーが。 え、え、待って。え <laughs> なんか、ごめんなさい、私の。<laughs> 待って、寝たかと思った。<laughs> めっちゃ寝たかと思ってた。<laughs> え、ごめん、ぽんちゃん。<laughs> 反映されてない。<laughs> なんで <laughs> バグってる。え <laughs>、なんかみんながさ、ネタで言ってんのかと思ったら、<laughs> え、ぽんちゃんガチタワーだ。<laughs> 魂のタワーが来てた。<laughs> 待って、ありがとう。<laughs> ごめん、ぽんちゃん。<laughs> 待って。 んちゃ待って待ってポンちゃん, <laughs> <laughs> ちゃん <laughs> やばい涙出そうだからほら、えん、ー、やでえん、ー、やで待 <laughs> ってありがとうポンちゃん <laughs> ありがありがとうポンちゃん <laughs> ポンちゃん <laughs> ラブやで <laughs> こっちこそラブやでポンちゃん <laughs> マジで <laughs> ほんまにえー、マジでやばい マジでね <laughs> ポンちゃんマジでポンちゃんラブやで <laughs> ありがとうマジでごめんポンちゃんめっちゃだって反映されてないの謎なんやけどなんでポンちゃん18日あのねちょっとねあのサンタサンタになってるので。 ちょっとえなんかさ投票みたいな送ってきてくれたので私はあれおセラ色でちょっと今言いますあのえどっちにしようトナカイあけど犬がサンタするからトナカイで来てほしいあけどサンタオソロでもいいいやけどト,あトナカイトナカイがいいトナカイ、うん、トナカイがいいポンちゃんトナカイでお願い <laughs> とんちゃんとんちゃんってっトラかいてポンちゃんわざった待ってポンちゃんトラかいてきてそう押せないわあれ押せないんですよ任せろよろしく「とんちゃん」って言ってもうたよ待って,お腹痛いわ <laughs> 待ってごめんほんごめん <laughs> <laughs> ごめんトナカイとワンちゃん混ざった <laughs> トナカイとワンちゃんが混ざった <laughs> 最悪 <laughs> マジでさ <laughs> そうなんよツッコミ不在なんよポンちゃんのトナカイとジョウにください全世界に発信しましょうトナカイを絶対可愛いもん100 <laughs> えマジでね最近ねあの頭が回らないんですよ <laughs> マジでちょっと喋ってるとね何かねいろんな人と喋ってると全員のところで頭が回らないんですよ <laughs> で、ね、意味わからんことずっと喋ってるマジでんジュリーレのイルミリコレのくしゃべれそう でないえっとねジュリーとは普通にイルミ行こうってなって莉子ちゃんとも普通に横浜行こうクリスマスマーケット行こうっていうそう狂ってるやんマジでね、うん、こういうね悪い悪いマジでそうあのね皆さんが <laughs> 仕掛けてきてるんですよマジでそうそうなんですよ <laughs> レノンの写真ホームガニしてるえー、よかったウェイレノン追加公演配信ないから MC でボケてよえボケるのが一番難しいですよね八重ちゃんと課金以外で切り抜き見たことない え、もうね、切り抜きはねあのねちょっとねできるだけ見たくないのでねちょっとノーで切り抜きノーでお願いします <laughs> 本当にね最近あいみちゃんもレノに狙われてるって言ってたよあ白めっちゃ狙ってますよ一回燃やしたからもう一回ね燃やしたんでね燃やせたんでね 次はアリスアリスぐらい強くなるそうマジでねそうなんですよレノ男だったら無意識のうちに女子好きにさせてそう絶対ないですよマジでマジでないアリスは連合軍でいきなめっちゃハハ アドバイスされたアドバイスを切り抜きというより全部やらなきゃマジでネットミーマを連発してることイメージ嫌なそのイメージ最悪だレノンちゃんかっこいい系の曲に合ってるえー、嬉しい嬉しいそうレノン君はねあのね <laughs> そっきりだけは十分はマジでそう <laughs> そうマジでそうなんよロマンバ後半組レノンとマチンチェイなんか平和そういやー絶対違いますよ平和じゃないですよもうねあのみんなが仕掛けていくねあれは <laughs> 知らんけど <laughs> そうレノン軍はねマジでねあのレノン軍はねもうね常に燃やされてるイメージがある <laughs> なんかねえのがね あのいろんなメンバーにね仕掛けていってねそうそでねあのレドン軍が巻き添え食らってる <laughs> かわいそう全ては私の責任、ね、ジュリーゲーム苦手そうわかる苦手って言ってたみゆんさんもっきょうさん ナナミちゃんせいなちゃんウカちゃん太陽くんありがとうそうマジでねしっかり、ね、やられてるそうレノンくん自身だけどこよりもすぐ <laughs> あおみつき軍に煽られてるそうそうなんですよレノンもえけどね あんま燃えてないですよ最近は多分ねえジュリーはね変ななんか苦手ゲームあんまやらないって言ってたから多分そうレノン軍団結力は最強だから <laughs> 団結力はね確かにあとね夜中に動かしてる人がめっちゃ多いイメージがする 中の中誰が一番ロマンスよ？ですよちゃんですよね完璧にあれは舞ちゃんえぐいんこちゃんは全力で守るくんそうマジでねあのねチャットチャットがねそう平和すぎるマジでそうみんなねあのねあのヘルプの欄夜とかに見たらみん結構20ぐらいヘルプいるから毎回びっくりするわそう みんな夜,夜にヘルプしてるイメージがめっちゃある <laughs> そう三月軍は姫を守る軍人で姫だ美月が <laughs> 姫プやんそう「ロンマのクイズ知が歌たり合い」が舞台してる <laughs> マジでねそう「こんばんはやっと帰宅したあお疲れー」 お疲れさまみつきちゃんは姫姫っぷみつき姫っぷおかさんの姫 <laughs> えっ何つぶめ 配信やる前に30ぐらい食べた中でれがくてびっくりみたいなしみんな起きてるそうマジでみんな起きてるどうもも課金するタイミングが必要えマジで RPG とかは課金課金がいいです マジでうんこんぶちゃんまほちゃん人生桜花賞さんありがとうお腹壊すかなマジで <laughs> マジでお腹壊しそうなんかね最近はね本当にねうんてか課金進めてきたけ <laughs> ど課金すればするほど強くなりますからね ロンマの課金が組めると意識が飛びそうになる <laughs> そんな課金してるんですかそうほどほどにまあ無理のない課金ですからねそう無理のない課金で無課金っていうらしいそうそういうこと無理のない課金殺到の殴り合い <laughs> マジエレフンってそういうある めっちゃ頭に残るめっちゃ効くそう強くなるための手段ですからそうけどね自分の中でね課金は最終目標みたいになってる課金するためにゲームするみたいな,なんか課金はね結局ちょっとねなんか楽しんでる自分もいるっていう分かりますなんか 仕事はの…えお疲れ仕事そうなんかねでも5位に入らないとしいああえなち違う違う違うなんかねあのやっぱなんか課金っていうかなんかんなんていうあの課金のドキドキ感を味わってる自分が楽しいっていうわかるわかりますなんか楽しいっていう自分もいる。 そう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 いうえけどそんなやってないですよマジで最近えそうなんですよ私はね最近ねローモバ以外のゲームをしてないそうプロセカをあんましてないローモバしながらアニメ見てる一生1000万やばいまえ一1000万やば ええマジでねあのなんか「うわいいんいいのかないいのかないいのかな」でわかりますのかな,なんかあの「あお金使っていいのかないいのかなわあ」みたいなねそうプロセス化しながらアニメ見れないですねそうマジであのそのね最近はねえマジであのサマータイムレン 椎名林檎さんのツアー申し込み私は申し込みましたもう申し込みました3公演申し込みました本当にねあの当たったら全部いきますよ当たった分だけ全部いきますよ私はもうね申し込みましたねそうサマータイム連打マジでよかったマジでよかった本当によかったサマータイム連打 やばいえあれ最後の申し込みあえけどいつかは分かんないからそう忘れてくださいそうまあねサマータイム連打マジでいいですあれはやばいな マジでよかったあと「ぼっち・ザ・ロック」が好き「ぼっち・ザ・ロック」が好きえみん見てますみんなさ「ぼっち・ザ・ロック」「ぼっち・ザ・ロック」だったっけえマジでいいですよ本当にそう誕生日配信しますそうえマジでねやばいマジでやばい の誕生日に紛れて俺の誕生日もあるつばの中にいいええすごっもうね神なんですよマジでそうぼっちだろっかマジでいいっつってもぼっちちゃんかわいすぎるっていうねえぼっちさんぼっちちゃんかわいしりょうさんだったっけりょうさんマジでかわいいしゆるキャン見てた人ですよ <laughs> 本当に そう分かる人には分かるねそう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 ,そうもうね良い良いですねガチでガチで良いマジで良かった本当によかったあのサマータイムレンダーマジで全員見てくださいマジでいいやっぱね死に戻り系好きですねリゼロとかもえっやばいアジカアジカさんもねエモいのあれやばいですよね 月の恵みしかれちょうどボサロとサマタータムレンド見てる行くと思ってえめっちゃあれやんあの <laughs> すごそう見てる見てるめっちゃ見てるそうそうリゼロとかね下着にも通じるえそう死に戻りが好きなんですよ本当にえ死に戻りいいねと思ってえこの相撲見てますよ見てました映画まで見に行きましたあのえ映画見ましたこの相撲の知ってますあれね私見に行ってあのファイルまでもらいました。 わわざわざねそこでしかやってない映画館みたいなアジカンさんも好きですねそうこうまずくこうまずくかわいいそうこうまずくつ見に行ったそうなんかね死に戻りはね死んだらなんか戻るんですよ過去にけど過去に戻れるのは死なないと戻れないみたいなねそう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  そう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 マジでねめっちゃ見てる本当に大好きスポコンってなんだめぐみん続きやんのやばいあ外見至上主義ねあの漫画見てました面白いあれマジで好きそう過去戻れる 通り部はねねあのね通り部はなんかねちょっとんアニメだけ見たって感じかな「スラムダンクはね漫画で、ね、見ましたねちょっとああスポーツ系のアニメ漫画えめっちゃ見ますよそうユリオがねえわかるユリオユリオが一番好きあ私はねユリオにねめっちゃねすぎ込みましたよお金を マジでユリオのクッションとか枕カバーとかあとフィギュアとかなんかめっちゃ買ってあとねガチャガチャまでめちゃくちゃ回しに行きましたそうそうサマータイムレンダーねそうそうそうわかるわかるリアルでいいあのそうけどねなんかね敵強すぎないっていう <laughs> そう敵が強すぎる意味がわからないぐらい この前の前レノン <laughs> ってきてたわ <laughs> 無理やりみたいな感じです <laughs> そうああ青足ねああ「スラムダンクの映画見てないんですよ見てないな e スポーツかスポーツ何好き 昨日のバンプのステルが噛みバンプさんの捨てるがかみすぎたえっカラオケ行ってバンプさんのなんかメドレー歌ったないない入れでやばいですよね例年は白髪でスケートよろしくうわーやばい最高そうめっちゃね分かるサマータイムレンズマジで見てほしい全員にブルーロックはおもろい見てる バドは見てないダイヤのエースねなんか朝にやってましたよねあれちょっとか朝起きた時だけ見てたのそう日曜日の朝はなんかになんか空手の試合行く時になんか毎回なんかかか,かってた気がする手にプリ見たことあるよね手にプリあるそうメドレー歌えるほど えマジでねい,いけるのねしょんあれが好きなんですよユグドラシルのアルバムが、まあ、めっちゃベタなんですけどごめんなさい青の箱知ってますよマジであ好きマジでいい空手系の漫画ってなんかあるえー、空手系空手系え空手系の漫画って何かありましたっけえコナン コナンって空手系なのあれバキバキ,バキって空手系あれもう格闘技じゃないうん車輪の歌好きえモーリーランちゃんはねランちゃんはもうおかしいあれは空手とかじゃない全然空手空手であんな電池折れるとか意味がわからないタッチね 何 <laughs> かもうほぼ超能力の息マジでねそう強すぎるマジでねうわー K 大好きだなそうあのね本当にね「3月のライオン見た見ました」 そう,もうマジでねあの異次元っていう,う意味がわからないあのね電柱折れないですマジで電柱折れたらねいいですけどね確かにそこまで強くなりたいですよね一回どんな感じになるんだろう電柱折れるぐらいまで強くなったらえ電柱折れるぐらいまで強くなるとすごくな、ね、い漫画買いますねめっちゃそう <laughs> そうマジどんななやねってなるそうほぼ人じゃないマジそうよチェーンソーマンえチェーンソーマンネタバレ的競争しましょうか <laughs> 絶対やめてってくる私はね漫画も全部見ましたよ2部も見てるちなみに今でもトレーニングとかやってるえー、なんかねもうねきついトレーニングがねもうねなんか外とかを え地元じゃないからさどこの道がどうなんとかわからなすぎてそう走ったりはねあんまできないんですけどねあの家の中でできるプランクとかはやってるそうネタバレ絶対そうなってきてるそう2部も見てますねそうプランクはね プランク、まあね、えっそう歯当たり2億センチ好き体力全くないんですよ本当に体力が体力ないマジで体力ないなんかね一生プランクん音楽流しながらプランクやって1曲分やるみたいなを毎日一応やってるあとなんかさ プランクツイストみたいな。ツイストプランクなんだなんかあのプランクの体勢であの体をなんか横にするみたいなやつもうやってるあれを100回やってるそう「レ」ノの体重増減激しいえやばいですよマジでねあのすぐね、太るんですよマジ太るそうめっちゃねツイストつけておきばそう100 4分うん多分4分ぐらいかなえ違いますよ本当にね結構ねやってみたら簡単なんですけどね正直プランクやってもなんか見た目に変わるかって言われたらそんでもないえ百100回を毎日90100みたいな埼玉みたいなり <laughs> してないマジで。 とりあえずねあのインナーマッスル鍛えてそうインナーマッスルを鍛えてあの声を出るようにするというねそうバッドボーイズ読んでほしいめっちゃ面白いヤンキー漫画っていうのかなあれあれは好きだったナンバー m m イ5みたいな,なんかナンバーなんちゃらなんちゃらみたいなやつは好きだった え腹筋えそれがねプランクやってもねあんまりねなんかね体幹が鍛えられてなんか見た目に出るってことはあんまないかもわかんないそう MG5 だ点検してから少し太ったから食事変えて辛めの筋トレやったら体重2 3キロやばうえ今日何時まで6時半前までやろうかなと思ってる クローズ大好きですよクローズは好きですよマジでアブローラーえあれですかこうやってさグーッとま行くやつあれやってた腹筋割るなら大きい筋肉やった方がいいそうなんだへえそう見た目に出にくいですよねあんまなんか筋肉割れないん筋肉で割れないって感じがする レノンタコピー全部読みました全部読んだねうちの大将になんてなんうちの大将になんてことしてくれてんだよありましたねあれマジでかっこよかったですよねハハハって感じマジでかっこいいほんとにねかっこいいマジかっこいいあイいマルさんせいなちゃんコンブちゃんありがとう ベルゼバブはえヤンキー漫画なのあれ日常って感じしないかな違うかそうレノンもめっちゃ汗かくわかんない <laughs> そう PIC 歌った時息切りしてないからすごいと思いましたえもうねあのー、根性ですよけど PIC はねあのま わかりますいあのダンストラックでもう結構疲れたんですけどなんかまあ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 まだ1曲目だからいけるって感じその後の手遅れがマジでしんどかったけどまあ楽しいんでね結構ねあのアドレナリンも出てるし楽しいし結構いけるんですそうタコピーのさ新しい作者んタコピーの作者さんが書いた新しいなんか 滞在みたいななんちゃら家の滞在みたいなさやつはめっちゃ好き今見てる確かにね大リリとかね後半えもうねポニキュールとかを大リリとかねもうめっちゃすんごいしんどかった結構,結構楽しいそうジャンプのやつそう1月は昼夜公演なんですもうねちょっとねもっとね もっとねあのね、体力つけなきゃマジでレのいろいろなコンテンツを見ててすごい同時進行で3作品ぐらい見てる可能性え見てますよ同時進行でファーストラえあのドラマ「ファーストラブと」とあのウェンズでウェンズでやばいめっちゃ面白いそう スイカ公園こそねちょっとね皆さん来てくださいぜひ一の,そう一の世家だめっちゃあれ好きえサイレントね見てないんですよそうごめんね青春も見てます見てました前までネットフリミンすぎてばれ <laughs> てるそうめっちゃネットフリミン もちろん申し込むありがとう本当にね一緒に過ごしましょうあっユリランポンタロウさんありがとうそう追加公演着席なんだねえ着席ってどういうことですかずっと座るみたいな分からんえあ合ってんのかなえそういうことんあ立っちゃダメみたいな 立っちゃダメみたいなやつかな。マジで分からん。あ、立っちゃダメなんですか。うん。プランクやりながら、プランクやりながらアニメ見てる。曲曲流してるわ。プランクやってる時は、っていうかね、なんかね、ほぼ家の中でずっと曲流してる。から曲流しながらほぼロームバ。 けどアニメも見てるめっちゃ確かに立てたら見えないですもんねねもう皆さんが当たるように祈っときますガチで何流してるのえ何流してるなんだろうな <laughs> 銭湯でかかってそまうえなんか銭湯の BGM みたいなのをお風呂で流してるんですよえなんかねある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 あの <laughs> 銭湯にかかってる銭湯えなんかね YouTube で銭湯 BGM って調べてでその人が AppleMusic にもその曲を入れてるらしくてでそこから AppleMusic に飛んでそう BGM そう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 和風系そうそうそうなんかねガチでねあの銭湯でかかってそうなやつ <laughs> そうめっちゃ銭湯でかかってそうなやつえっ銭湯って曲かかってないんですかなんか「ティンティン」みたいななんかさ「ティンティン」みたいななんか「<laughs> えっ?」なんか,テなんかテ「ティン」んか「ティンティン」みたいななんか,、ね、なんかさ「えっえっえっ?」 待っていや違う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 なんかなんかさ「てんてん」みたいななんか書かかってなかったっけえさ琴とかのえ流れてる流れてますよマジでええどこの銭湯行っても流れてますよごめ <laughs> んたいえさ ちょちちょ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 ちちちょちょちょえそうえなんでえかええかええ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 えんええ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 えなんで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 え温泉 いやことかで <laughs> かかってるええ違うシャワーの音じゃないんですええー、いや絶対高級旅館とかじゃないんみやびらくんだみやびらくってみやびがくみやびらくみやび温泉か温泉か スーパーパ銭湯え何だろうあれえな何かさえな何か BGM みたいな雅ガ雅ガガ,ガ,ガガク、優雅な銭湯行ってたくせえあってめっちゃ普通にんえ東京の銭湯ですよ何か東京のとこにもあったえ 幻聴これえ幻聴もしかしてこわっんかね歌ってって言われたら歌えないな,なんだなんかゃんなんか「てんてん」みたいななんかなんかんかんかねそんな感じえ ってえのイヤホン持ってないんですよえ生まれえ今まで生きてる中でつけあの持ったことない買ったことないっていうかずっと優先そう銭湯 BGM で調べて出てくるんですってガチで管理 <laughs> 決めすぎやで、ね、やばいえそう落ち着く系のそう温泉のねえっ 可愛い子見て頭で音楽流れてるんじゃない？えなそう可愛い子見てあんな落ち着く音楽流れます？もっとなんかハイになる音楽流れません？<laughs> なんかワンアップキノコみたいなやつ。優先なのこだわり？なんかねなくしそうな気がする。そうことこと絶対ことえそう温泉旅館で流れてるそうそうそう <laughs> キノコ死ぬ。 えー、なんでえー、な,んでな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 んで <laughs> <声出た笑>なんで声出たなんでえなんで殴られてますって絶対ま、<laughs> わーぽの子 えこんばんはってきてるええ今日ね温泉の BGM 以外ならあれですね温泉の BGM 以外ならあのね水の中に潜ってるやつみたいな水の中に潜ってる音がいいです水の中で ブク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 みたいなバンされてないですねめちゃくちゃ生きてるそうブク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 んかねサムネがねあの「おれてないおれてないポコポコじゃないんですよなんかブクブク」みたいなそうああいうのがマジでいいそう あのサムネに白ロクマがいるやつそう多分睡眠導入のやつそうめっちゃいいですよ結局丁寧な暮らしまあ丁寧な暮らししてないんですよね本当にマジで終わってるそういやけどね本当にねずっとねあのねうるさい なんかロックマジなんかもうずっとロックの音楽を一生かけてるもうねそれでいい線炊いてるずっとそうクラシックはねたまに聴く寝る前そう「白くもった! <laughs>」「6時間」そう「白うも白くもあれいいですよマジで」 一生聞いてる。いや、6時間も聞かないですけどね。そう、けどね、あれはね、いい。マジでいい。クラシック聴いてるレ、レッドおしゃれで草 <laughs> そう、最高のヒーリング。えそ,うそ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 う、生100。<laughs> マジでね、あれいい。グリーンでとか、朝3時に流すもんじゃないと思いました。えけど、グリーンでいいな。最高ですよね。そう、24時間、だからね。 アップルミュージックのさ今年聴いた曲何千みたいなさなんかあるじゃないですかなんかなんだアップルミュージックのなんだリ,リプレイあそうリプレイかそう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 リプレイってやつでなんかねあの椎名林檎さんがやっぱ1位だったんですけど。 椎名ナリンゴさんで何時間かけてたっけな、もうえっくい時間かけてて、何時間だったっけあれ、なんかね何時間かけてたっけあれ、もうシーナリンゴさんでえっくいかけてて、うわすげーと思って、そうそうなんです。 すご私は椎名林檎さんそう事変やつえなんかね1位が椎名林檎さんで2位がキング・ムーさんだった気がするであレッチリさんもめっちゃ聞いてたでニルバーナさんもめっちゃ聞いてたな。 そうシーナリンゴさんで、ね、ダンス用で g i デルさんとか出てそうめっちゃ聞いてたそうレッチリさんだあとねあの何、ー、だったっけキングヌーさんで一番聞いてたのは「マクドナルド・ロマンス」って曲でしたそうマク めっちゃ聴きますよマクドナルドロマンスマジ聴いてくださいめっちゃいいですあとあの MV も見てくださいめちゃくちゃかっこいいんでマジでいい本当ににょんって感じ最高ありがとう <laughs> そうえマクド聞いてないやばい知ってるあ <laughs> そうもうさいうふうのあれマジ,好きマ,ジでマジで好きマジでマジで好き もうねもうワニマさんは聞かないかもあんまり聞かないかもけどねめっちゃ夏そうあー待ってえ東京えこれ東京ランでもやばいよねマジでわかるマジでわかるマジでわかるあマジでわかるキングヌーさんのね最高ですよねマジでちょっとだろうな A small world とかも好好ききめっちゃ好きあ,れあれはね MV も込めで好きであとなんだろう「ローラブ」とかも好きめっちゃ好き「ローラブ」あなたは新喜劇も好きマジでねいい曲ばっかもう泣けるほどいい曲ばっかマジで本当にうんーベートーベンとかってわけやばい ベーーマジでさえマジでやばいもうねこの前東京ドームいいな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 いえ待って慶音部だからえ待ってやばやばやばだってやばでもさもうもう一回さあのベース始めようかなと思ってあの影響されてうわザ・ホール好き もうザホールーあうありがとうあともうちょっとで終わろうえー、ザホール好きマジでわかるザホール好き確かにキングノーさんむずいもうねマジでわかるもう本当にいいマジでいいやばい曲最高かよっていうねねマジでね そうイコラブさんのやつを見るこれからそう見ます FNS 絶対見ますそう「ドームの時にサフォールえぐくって大が大きくしたヤえまず買い物に行きたいのでもうちょっとやめようそうリズム隊が好きなんですよ私はドラムベース大好きマジで よし大丈夫呼びます13位まほちゃんありがとう。12位ななみちゃんありがとう。11位りょうりょうくんごめんありがとう。10位キャスさんありがとう。9位こんぶちゃんありがとう。8位みゆちゃんありがとう。7位けんじさんありがとう。6位せいなさんありがとう。 5位、みおぽん、ありがとう。4位、太陽くん、ありがとう。3位、ぽんたろさん、ありがとう。2位、ゆうかちゃん、ありがとう。1位、ぽんちゃん、ありがとう。ぽんちゃん、だわ、ありがとう。本当に、トナカイで来てください、18は。18、トナカイで。マジで。ねありがとう。行きます。わ <laughs> らね。 囲まれてるいきますがそう来てねトナカイでよろしくねこの後皆さん FNS 見ましょう見ますあいます